カサカフェってんだね。はい、どうぞ。どうぞどうぞ、大丈夫です。はい、やっぱりこけしのひな人形なんですね。そうです。いやーすごいな。30年が名前ですね。こっち25年ぐらい、はい、あとこでは今年の作品です。あとこでは去年ですね、はい、東北の方のこけし工人の50人分入ってるんです。わあ、貴重な、あれですね。特別注文というか、そうです。これは展示会の時に注文出して、毎年いろんなあれで、去年がこけしだったので、これこけし出してみたんですけどね、いや素晴らしいですね。全部別な方もね、50人分入ってるんです、あとこれは手作りとかね、そういうのを、入れてあるんですけど、かわいいです ね、 この辺はみんな手作りですね。これとかこの後ろのはね、Mm-hmm.